プフーリア。乗り込むオンボールタイムマシン、時を超えて感じるシンパシー、太古に眠る時のメロディー、深く刻まれているメモリー、古代の遺跡揺れる大地、さまよう自分の夢つかみに、現在未来中こんにちは。なんとなんと今日は3月1日にグランドオープンしたレディっていう e スポーツを体験できるところ、大阪万博公園っていうところに来てます。ここの YouTube 体験エリアっていうところに YouTuber であるゴンチが潜入してみたっていう、スタッフの方曰く YouTuber が YouTube 体験っていうのは初めてみたいで、面白ワクワクしてるんですけども、いろんなとこにネタが、小道具があって、芸人たちが使ってるピコピコハンマーをちょっと作ってみます。とりあえずなんかラップしようかなっていうので、普段はラップは歌詞を書いて、披露してるんですけど、マジで何も用意してないんで、ほぼフリースタイルに近い状態でラップしていきたいと思います。音痴がついたここレーディー、行くぞみんな Are you ready? 絶対させない Rest in peace。 こんな感じで心はピース、手片手に持ってるピコピコハンマー、それがなんだって言われても、ここがナンバーじゃなくてナンバーワンなララポート、あら本当って思うくらい未知なる世界、未来体験、絶対外すことはないぜ。かなりゴテゴテでしたね。レディ、さっき VR っていうところ体験してきて、生まれて初めて VR を体験したんですけど、ジェットコースターに乗ってるような雰囲気でした。体の中の内臓がちょっと浮き上がるような感じ。年寄りになればなるほどそういうのを受け付けると言われてるみたいなんですよ。だからボンは大丈夫だと思ってたら、ちょっと気持ち悪くなったんで、ちょっと悔しいです。まあ、でも面白い体験がたくさんできるので、皆さんここはおすすめです。さっきの YouTube スタジオこんな感じで、で小道具が、すごいバラエティに富んだ知恵の輪とか、魂で、あと世界一まずいって言われているサルミっていうアメキャラメルみたいな。プロゲーマー体験アリーナ、絶対に行ってみるみたい。それではぷよぷよレディーワールドチャンピオンシップグランドファイナル選手の入場です。まずはボンチ選手。さあ、ボンチ選手、堂々とした歩みで選手台の方に行きます。では参りましょう。ぷよぷよレディーワールドチャンピオンシップグランドファイナル、レディーゴー。実はこのエディって動画撮りに来たわけじゃなくて、ただの社会勉強でここに来たんやけど、まさかこんないい体験ができるとは思わんくて、ほんまに来てよかったなって思います。入場料たった2000円やし、これはやばい。こんな大舞台でゲームができるっていう、僕もプロゲーマーの梅原さんとかの動画よく見てたんやけど、同じ大舞台に立った気持ちがあって、ものすごく貴重な経験やったな。自分に勝ててよかったと思います。ここがゲームの実況が体験できるっていう、すごい画期的なところで、生まれて初めてこれゲーム実況したけど、めちゃくちゃ難しい。 YouTube でゲーム実況してる人ってこんなに大変やったんやっていうのがすごく痛感しました。見てすぐにそれを言語化する作業がものすごくテンポ良くないと務まらんなっていうので、多分ボンは全然向いてないなっていうのが思いましたね。いやーすごい、これも貴重な経験でした。じゃあ今日はこの辺で、絶対に許しゃんみや、チャンネル登録お願いしますみや。